Hello, it's Kazusa from Realize. I feel like it's been a while since my last video. What's up with you guys? Are you enjoying your Obon holidays or are you working hard as usual? Anyway, I hope you like my video this time again. えーと、今日はですね、えっと、今日練習したいポイントは、えいち。Uh, は実はあほとんど音がなくなっちゃってもうむしろどっちかというと H はあはっきり音を出さない方があそれっぽく聞こえますよっていう練習をしたいと思います二つ目の例文はこれです Which is his cup?Which is his cup? えー、これを、えー、全部くっつけるとリエゾン的にはどうなるのか見ていきましょうまずは、えーと「which」と「is」をくっつけていきたいんですが which」は単品だと「ち」「ち」っていうふうなシーンの音で終わるんですがその次の言葉が母音「愛」なので which」っていうふうにカタカナの「ち」っていうふうにくっつけるといいです。 で、is の図は S なんですけれども、これは、えー、Z の音になります。だから、えー、Which is?Z の音にすればいいですね。ほんで、えー、問題の、えー、H なんですけれども、ここ、is の後ろが、his ってありますよね。でも、この H って、あの早く話すと、もうほとんど発音されないので、もう無視しちゃいましょう、この際。 で、h を無視したとしたら、次も is なんですよね。だから which is is っていう風な感じになるんですよね。で、この、さっきも言ったけど、この is の s は z の音なので、which is is ですね。which ってはっきりちにしちゃって、その後は z, i, z の音になります。これをくっつけると ,which is is, which is h i s <laughs> z, i, z がちょっと難しいですね。z, s. z, s. z, s. z s. ですね。えっ、ー、と、はとはを噛みし、みしめるって言ったらちょっと、あのー、表現がきつくなるかもしれないけど、はをなんかこう、はをこう、ちゃんと当てて、フィットさせて、えー、なんかはをね、いくらフィットさせたところで、この辺に隙間とか絶対できるじゃないですか。そこから息を、 漏れさせる。<laughs> そこから息を吐き出すっていう感じですかね。which is this? <laughs> 噛んじゃった私も <laughs> which is this cup?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  私はちょっと <laughs> ゆっくり言うと余計やこしくなるよね。which is this cup?which is h i s cup? 次は、Which are her children? これはあの文章的にはすごく簡単なんですけど、くっつけると、リエゾンのところがちょっと難しいので練習しましょう。 まずはさっきみたいに which と B 動詞の R をくっつけて which arewhich are と which are いう感じになりますこの B 動詞の R は力を抜いて短めにする感じでいいと思います which arewhich are ですねで次は har なんですけどもこれ h を抜くと er の音になっちゃいますよねえっとまあさっきもそうなんですけどやっぱり h っていうのは あのリエゾンで音がくっついたら、えっと、H の音がなくなる確率がめちゃくちゃ高いです。 え、だから、えっと、よく、あの、生徒さんとかにも、洋楽の歌詞とか、洋楽の YouTube を見せてもらって、ここの、この部分が全然聞き取れないんです。このは、とか <laughs>。よく、まあ、相談をもらうんですけど、なんで聞き取れないかっていうと、この置言ってないから聞き取れないんですよ。言ってないものは聞けないんですよね。なんぼ聞こうと思っても、それは皆さんの耳がおかしいんじゃなくて、ほんまに言ってないから聞こえないんですよ <laughs>。だから、逆に、私 私たちがしゃべる時もそれを真似してもう H 無視して言っちゃいまししょうで H 無視して「ER」の音どんな音になるかというとこれもまだちょっと日本人には出しづらい音なんですけど「R r っていう音になりますどんな感じでしたら「ER」えっと「ER」<laughs> 口がありますよね口のベロは絶対に口の中のこの下半分にありますよね で下ベロは下半分にあるんやけどその中でもちょっとだけこうなんやろ見えるかなこんな感じにちょっとだけ丸めてとにかく力むちょっとだけこうなんやろベロで丸い、まあ、ちょっとおわんまではいけへんけどこう丸い入れ物みたいな感じで形を作って力むですね特に根元 根元からこのそこら辺を力むそして「る」っていう感じですかね <laughs> でこれ,これができるようになるかどうかは皆さんのベロキンがついてるかどうかにかかると思います多分私もまあ,あ昔は昔ってどれくらいだろう結構前ですよなんかまあジェームズと過ごし一緒に暮らしだしたまあ8年前くらいですかねは多分できなかったです っていう音今は出せって言われたら R っていうふうに簡単に出せるけどあの昔は出せなかったですなんでかって言ったらベロ菌がただ単についてなかったんですよねこういうふうにベロをここをセットしてどうのこうのとか言われても正しくいい塩梅の力加減で力めないと音はうまく出ません、うん、で私どうしたかっていうと何もしてません <laughs> ただひたすら毎日英語を 喋った。それだけです。で、発音のトレーニングとか講習とかセミナーとか何も受けてないんですけど。ずっと毎日英語を喋ってたら、それがき日々の筋トレになって、気づいたら何年か経って気づいたらあれできるやん。<laughs> ってうんうんって言うと自分が出したい時に出せるやん。っていう風になってました。だから。 まああのー、日本人が難しい発音の部分っていうのは、なんで難しいかというと、筋肉が備わってないからなんですね。だからもし皆さんが今できてなくっても、 あまり気にしないでください。技術の問題ではありません。筋肉の問題だと私は思ってます。だからなんか発音がパッとうまい人とうまくない人がいてるんやと思うんですよね。日本人の中でも元から口筋が備わってる人と私みたいに備わってない、元からは備わってない人っていうのがいると思うので、もし皆さんがおー これはすぐに再現できたっていう場合は多分皆さん元から口筋がついてるんですよね。でいや、全然できひんなっていう人でも安心してください。ずっとやってたら絶対にいつかできるようになります。ただひたすらもう英語を喋って普段日本語では使わないベロの筋肉とか顎の筋肉とかをあの下手くそでもいいので使ってたらそれが地道な筋トレになるので、えー、諦めずに 今できなくても、将来できるように必ずなるので、諦めずに毎日英語を喋ってください。Okay? 音としては、r っていう感じです。r r r ですね。で、これが、h r の音になるんですね。h e r r っていう H の音はもう無視です。<laughs> で、これをくっつけると、which are h e r って言ったらダメですよね。which are e r which are e r which are r わかりますかこれを早く言うと、もう、ほぼ何言うとかわからないですよね。ビチャーみたいな。<laughs> だから、やっぱり英語をリスニングする時も、あの、何ていうのかな、文法知識とか、ある程度の知識でもって、あの、何を言ってるか判断しないといけません。あの、音だけではね、絶対にね、わからないと思います。 あの、あ、H はまず音消えるよなっていうのが一つと、まあ、あの、会話の流れで彼女のことを聞いてんねんから、ここは絶対、チルドレンの前に所有格入るような、はーって絶対ついてるような、チルドレンやねんから、B 同士は絶対にああやんなっていう、そういった予備知識が入っていれば、脳内で聞いた音が あんまりよくわかってなくても脳内補正されて、which are h r って言ってるなってわかるようになります。だから、あのーまあ、絶対に音だけで文章を聞き取ろうとしないでくださいね、うん。そもそもこれはかなり難しい。 ですあの音だけで聞き取ろうとするとね。でもあの前後の、まあひつこいけどね、つしつこ説明やけど、あの前後の文脈とか文法知識とかがあればあの聞き取れるようになると思います。自分が発音するときは、えーえっと、H を抜いて、えー、言うように意識してみてください。Okay? Which are e r w h i c h are e r w h i c h are

you're just okay yeah okay <laughs> can you help us this time again yes yeah let's practice together okay which is his cup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  which are children set it again please which are children which are children which are our children which are our children which are our children yay this, like "r" and har kind of sound like like one word. r Say that again. Horror. R. R. Yeah. Can you say that again very slowly? Which are children? Can you say "r" and har very slowly? R. One more time. R. 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 <laughs> Did I do okay? I guess so. <laughs> or Okay, goodbye. <laughs> Can you say <set> it again <laughs> one more time? <laughs> Which are children? Which are children? Faster. Which are children? Which are our children? Are our children? Are our children? <laughs> Very difficult. Yes. Alright, thank you, James. Yay. Yeah. Goodbye. Goodbye. <laughs>